とこれは一応ニラの畑です。杉田もかなりの量生えてしまってますが、一応ここには緑ばっかですがニラが生えています。よいしょ、はい、こんな感じでですね、今餃子の具のためのニラを取っています。収穫したニラを今、刻んでます。みじん切り？わかんない。粗くていいの？まあ。ちなみにね、左利きだからそっちから取っても何も出てこんけ。あ、そうか。まあ上から取っていいし。まあニラを刻んでいます。ひき肉は、庶民派でいきたいと思います。塩が入ります。ハーブソルト、鮮やかだね。色がね、すごい綺麗だね。匂いはすごいけどね。匂いはニラがね、でもあれだよね、餃子ってやっぱ買って食べるよりも自分で作った方が絶対美味しいよね。うん、なんでだろうね。これこんだけニラ入ってるからニンニクは入れなくてもいいかな。イラ一応パウダーはあるけど、うん、生はないな今日。うん、焦げたな。イーラーだってめっちゃ静岡弁が出てしまった。はい、どこの人かバレました。やべえ。それではこちらも庶民派モランボン餃子の皮お得用50枚入り、で作っていきます。でいきますか。うん、多くね？え？多くないよ。多い？わかんない。標準がわかんない。わかんない。進まる？それ。進まるよ。あ、やべた。だよね。何？ギリギリじゃないそれ。そんなことない。シュマみたいになっちゃうんじゃないの？なんないよ。しっけえな。何に主婦やってると思ってんの15年。テレビって言わなきゃならない。何それ？35億のやつ。ああ、15年と全然関係ない。ただ言いたかっただけだよ。はい。もう結構あれだね。ああ、不器用。はい。破れてるし。じゃあ作っていきますか。はい。包み終わってですね、今から焼きたいと思います。あ、焼きそばって言ってちょっと不思議かもしれない。富士宮焼きそばは途中で蒸し麺なので水を入れるんです。とこんな感じで入れていきたいと思います。並べます。はい、おー、いいじゃねえか。
うまそう、うまそう。ちょっと上げて。うん。次？うん。真ん中。適当に。はい。はい。じゃあ。では、いただいてみます。いやー、美味しそうだなぁ。熱そうだなぁ。うん。よいしょ。熱そうね。いただきます。はい。あ、うん。これ、レタスの食感がかなりシャキシャキしてて新しい感じの餃子ですね。あ、いい匂い。ニラの風味とこの歯ごたえとその中にレタスが入っているのでザクザクと食べる感じが新しいです。すごく畑で採れたニラとレタスの餃子でした。メデル TV ではこれからもですね、まあちょっと今日は餃子でしたけれども、多肉植物とか、畑とか、DIY とかの動画を、これからも上げていこうと思っています。ので、これからもよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。